白雲の章、精神の説、涙の訳。透き通った冬の空に精神が瞬く。星界の星はその姿を隠し、女神は遠く天上から地上の平穏を祈るという。ガルグマク大修道院では落成を記念する周年祭が今年も行われ、5年後の千年祭に向け人々の祈りは大きくなっていく。すまんな。いや、みんな自分の命が惜しくないのかなと思ってね。なぜ死ぬまで戦うのか、どうして殺すことにためらいがないのか。僕は苦手ですよ、血を見るのも命を奪うのも。この前の戦いでも僕のせいってわけじゃないですけど、率いてた兵を死なせました。戦いは僕らに有利に進んでたし、敗北を悟って引いてくれたらいいのに。最後の一兵卒まで戦う勢いでこっちにも被害がね。一矢報いればそれで満足なんですか？命あっての物種とは思わないんですかね。そうですよね。何なんですかね、あれ。名誉とか大いなる目的とか、自分の後に続く者たちのためとかで死ぬ、考えただけで恐ろしい。僕には向いてないですね、戦い。まあ戦いなんてそんなもんですしね。こうやって先生に日々指導してもらってるのだって、僕自身が望まぬ戦場で死なないためなんですから。お、大きく出ましたね、先生。でもなぜか信じたくなる。本当に不思議な人ですよ、あなたは。あ、でもそれならついでにお願いしてもいいですか？僕は殺し合いをして血なんて浴びたくない。寝転がってただのどかな木漏れ日だけを浴びてたいんです。それが許される身になれるよう手伝ってほしいんですよ、先生。今節は舞踏会が予定されています。生徒たちも楽しみにしていることでしょう。しかし浮ついてばかりいられては困る。課題にはいつも通り取り組んでもらう。その課題だが、使われていない礼拝堂に何者かが侵入した痕跡がある。いえ、貴重な品など何もない建物です。侵入した目的は分かっていません。そこで君の学級の今節の課題は礼拝堂の警戒及び侵入者の調査とする。正教会を取り巻く情勢が不穏な昨今、些細な異常も見逃すわけにはいかないのだ。万一の場合に生徒の安全を確保できるよう騎士団の実力者にも支援を命じてあります。騎士団の実力者
ジェラルト・アイスナー、ただいま参上しました。せっかくの機会、たまにはゆっくりと親子で語らってはどうですか、ジェラルト。お気遣いいただき、どうも。ただし、ジェラルトさんには別の任務もある。それが片付いてから君の支援に回ってもらう予定だ。そういうわけで、しばらく修道院から離れるが、戻ってきたらお前の仕事ぶりじっくり見させてもらうからな。貴族たる私に、そういえば舞踏会より前に舞踊対抗戦の白鷺杯があるのでしたね。各学級の生徒から一人ずつ代表を選び、舞踊の技と美しさを競うのです。優勝した生徒には踊り子の編集の秘伝書が与えられます。とても貴重なものですから、あなたの学級も挑戦してみてください。願いを聞いてくれますか。ガルグマク、そう、それをガル、次は。
身内を疑うようで気が進みませんが、教団の者の調査を進めています。しかしトマシュ殿のような古参の者まで敵に回るようでは、誰をどこまで調べればよいのやら悩ましいところです。セイロス騎士は修道士たちと異なり、レア様直属の者たちです。やや特殊な立場の者もおりますが、裏切るということは考えられません。頼みがあるのです。まだまだ学ぶことは。崩落の危険がある。意外か、地下のあそこは。ありがとうございます。みんな随分と浮かれているわ。こういう空気は少し苦手なの。何事もないのが一番だけれど、何かを企んでいる敵がきっといる。気をつけて。まあでも重苦しい雰囲気がずっと続くよりはいいのかもしれないわね。そういえば白鷺杯の代表は決まったのかしら。他にいないのなら私がやってあげてもいいわよ、先生。わかったわ。優勝してみせるから任せて。あら、まだ何か用かしら。の代表を決めたのね。なら私がいいことを教えてあげる。例年の対抗戦の優勝者はだいたいこのくらいの魅力だったわ。参考になったかしら。頑張って踊りの練習をしてちょうだいね。
なんだ、あれは、あ、白鷺。負けるつもりはないわよ。私だって鍛えてるのよ。私だって鍛えてるのよ。花にはトゲがあるのよ。花にはトゲがあるのよ。そうね。もらっておくわね。落とし物。落とし物。ねえ、ニール村は元に戻るんでしょうか。本当にひどい有様だったから、多くの人が亡くなって家も燃えちゃって、
放棄されてもおかしくないですよね。私が落とした。これ好きだったの。あなたに教えたことがあったかしら。これ多分好きだったような。あんまり自信はないですけど。やる気。できできできてるみ。おかげです。リッチおめごし。聞きたいことがあるのですが。これは目から鱗でしたな。あの、ちょっとお話ししません？人のいないところで。もう率直に言っちゃいますね。私、先生のこと苦手なの。あなたは指導者として見守ってるつもりかもしれないけど、なんだか意味ありげな視線が私の心を見透かしてくるようで。いいの。先生にその気がないのも、私が自意識過剰なのも分かってるわ。私はね、何も持ってないんです。領地も
家柄も財産も知恵も武芸も。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続けてる。先生の視線はそんな私に、演じてるのはお見通しだぞって訴えてるみたいで、それが私があなたを苦手に感じる理由ね。代わりに何か先生の弱みを見せてくれません？弱みを握っちゃえば苦手に感じることもなくなる気がしないかしら。それじゃあ失礼して。先生って浮いた話が一つもないわよね。女の影がないというか、きっと女慣れしてませんよね。だからこうやってほら。先生、どうしたらそんな風に無反応でいられるんですか？人の血が通っているのかしら。私、自信なくしちゃったわ。いいんです、こんなことで先生の弱みを握れるなんて思ってませんから。でもそれと私の自信とは別の問題なのよね。先生、呼び出しって何ですか？私、何も悪事は働いてませんよ。ありがとうございます。あっちちち、私たちの成果ご覧になって。なんかコツつかんだみたい。何かつかめそうね。これで強くなれたらいいな。あら、ありがとうございます。加減に聞き分けてくれ、フレン。だってロディ海岸に行くのでしょ。私だって行きたいですもの。私は何も墓参りに行くのではない。教団の任務として戦いに行くのだ。お前が一緒では心配で戦いに集中できん。おとなしく留守番をしておいてくれ。でもあら、先生、ちょうどいいところに。
先生がいらっしゃったのは偶然ではなく運命ですわよ。これからお兄様はとても危険な任務に向かわれるのですけれど。ああ、西方教会の連中が教団の聖地を勝手に占拠しようとしているらしいのだ。今や西方教会は思想を意味するばかりか捨ておけぬ危険な存在になり下がってな。あの地には聖遺物も保管されている。それを奪われては厄介なことになる。私だって教団のお役に立ちたいし、お兄様のことも心配ですし、一緒に行きたいって申し上げてますのに、頑として許してくださらないの。そこでなのですが、この任務先生もご一緒していただけなくって。先生が私の近くにいてくださるならお兄様も安心しますでしょ。確かに君が来てくれるなら私としても助かるがね。先生、ぜひご同行をお願いいたしますわ。嬉しい。では早速出発しましょう。我らの神を冒涜する異端者ともめ、聖なる海岸は我ら西方教会のものだ。異端はあなた方だ。直ちにここから立ち去れ。黙れ、廃教者の右腕め。我らが正義の刃を受けるがいい。私は石碑を奪還する。他の者は周辺の敵を排除してくれ。待って、お兄様、私も一緒に参りますわ。舞台に上がるより緊張するわね。先生、奇襲有利思います。行きますか。焦らず戦おう。
私の力見せてあげる。おっしゃー、行くぜ。さあ参りましょう。思っていたい人生だったのに。戦いの空気苦手だ。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。行きますか。舞台に上がるより緊張するわね。ごめんなさい、隙があったから。空気苦手だ。うまく指揮してくれ。おっしゃー、行くぜ。気を嘆くがいい。Thank you.
なものだ。私、遅れ取りません。好調みたいね。の誇り見せました。舐めるなよ。
情けない。通りの結果ね。どもめ、女神のしもべたる我らの力、思い知るがいい。甘い。
体だ。獣王の奴らにはかなわぬのか。どうしよう、今は引け。皆はあの司祭を逃がすのだ。奴らを止める。盾となれ。まだ罪を重ねるつもりか。逃がしてはならん。撃つのだ。主の加護は我らにあり。貴様らになど屈するものか。主は我らを見捨てたのだか。これでいいだろう。女神様は私に生きろと感謝しますわ。許せんな。女神がそのようなことを言うはずもない。逃げた者は騎士団に追わせよう。さてフレン、石碑に果敢を備えに行くか。もちろんですわお兄様、私そのために来たんですもの。